Thank you.
かくしてヒーローたちの活躍により大司令は倒され、ネオショッカーは壊滅した。暗黒星雲からやってきた破壊の使者は倒れ、日本は平和を取り戻したのだ。だがいつまた暗黒星雲の魔の手が日本を、そして世界を脅かさないとも限らない。そして未だ姿を見せない大いなる悪も不気味な沈黙を保っている。真の平和を手に入れるまで戦え、ヒーロー。負けるな、ヒーロー。